7月13日リリースのシングル Never Give Up がリリースされたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのこの曲の聴きどころってあったりしますか？結構あの明るい曲でチアップソングみたいな感じで、あのそのメッセージが前向きに諦めず進んでいくことの大切さを歌ってて、なんかあの夢や目標に向かって頑張ってる人たちに届いてほしいです。私なんかの PV も見せてもらったんですけど、本当にマジ元気になりますよ。本当に私マジ背中押されました。本当にカイリーさんがあのシンガーになった理由っていうか、その訳みたいなのなんかあったりしますよね。とあのちっちゃい時から3歳ぐらいからずっとあのディズニーの映画見たり、あのテーマソングだったりしてて、あの11歳の時にじゃ あのアメリカのコンパーってみようかなって思って、そのバスケのオーディション、国家のオーディションに行って、あのそのオーディションを受けて、それから国家を歌った時にあのすぐ歌手になりたいなって思って、なんかマイク持ってオーディエンスの前で歌ってすごい気持ちよくて、やっぱり歌手になりたいなって。じゃあオーディションで日本で、あのそういうサイトがあってそのビデオを送る、プロセスで、それでそのポッカーで歌ったビデオをリンクで送って、あの連絡来て、それですごいびっくりして、連絡来るって思わなくて、でもそれから2人で帰りました。そういうの自分で送ろうって思ったすごい活動力がすごいです。でも私だけっていうか、お母さんがほとんどプッシュしてくれて、なんかあの国家のオーディションでも、あとビデオを見せてくれて、いいお母さんですね。ファッションもすごい可愛かったです。めっちゃ可愛かったです。結構明るい明るい色のキャップとか、あの撮影中すごい高いビル着てて、それがちょっと大変だった。でもその曲がすごい明るいから、あの楽しくできた。よかった。皆さんぜひ聴いてください。なんかツイッターでお弁当が載ってて、ね、はい、りんちゃん。すっごい可愛いお弁当。いいな。なんかうさぎちゃんとか、なんか卵のひよこちゃんみたいな。あれお母さんが作ってる。なんかあの妹があの東京の中学校に通ってて、今あの夏休みで、でなんか中学校はお弁当を持っていくから、なんかお母さんがなんか日本のママたちに負けないように頑張れてきて。いいな。だって言っていいですか、って私小学校の1年生の時のお弁当がコンビニの梅おにぎりだけって嫌じゃないですか。お弁当じゃないよね。